宅建試験後に転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中女性社長の不動産大学見直しの時間を確保するテクニック編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。もういよいよですね、試験というようなですね感じになってきておりますけれども、今日もですねちょっとこのセットの方からですねお送りさせていただきたいと思います。まあ、試験が近くなってきてですね、試験に対するこんな不安のコメントをですねいただいております。こちらです。あきらさん、ありがとうございます。予想模試をやっているのですが、緊張からか問題を解くときに選択肢を 2,3 回繰り返し読まないと理解ができないことがあります。これだと本番で時間ギリギリになってしまい、見直しの時間が確保できません。今から何か取る方法はありますでしょうか、ということでございます。はい、こういう方ですね実際多いんじゃないでしょうか。もうご安心ください。これですね、問題を解くのは遅い人でも2時間50問をですね間に合わせる方法があるんでございます。これはですね、いわゆる試験の時短テクニックなんですけれども、私自身もですね、行政書士試験なんかでですね、これフル活用して合格できました。テクニックをですね、ちょっとご紹介する前に、この過去問をやってみましょう。こちらです。宅建情報第35条に規定する重要事項の説明における、水防法施行規則第11条第1項の規定により、市町村の庁が提供する図面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか、なお説明の相手方は宅建業者ではないものとする。はい、いきますよ。宅建業者は市町村が取引の対象となる宅地または建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、または印刷物の配布、もしくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨を記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。さあ、どうでしょうか。いきますよ。答えは、丸です。ちょっと先に簡単に解説しますよ。これ、宅地やですね、建物が損する市町村に問い合わせをしてですね、市町村が取引対象となる宅地や建物の位置を含むハザードマップを作成せず、または公開していないことが確認できた場合はですね、その時点で宅建業者の調査義務は果たされたことになるんですよ。そしてですね、重要事項説明書には水害ハザードマップが存在しないということをですね、記載して説明すれば OK なんでございます。これ以上する必要はございません。はい、これですね、この問題自信を持って今丸と答えられた方、これからですね、ご紹介する時短テクニックを使える可能性があります。ポイントはここからですね、よく聞いてください。この問題ですね、正しいものはどれかと聞いています。そしてですね、今回やった選択肢はですね、実はですね、選択肢の一番最初の選択肢なんです。このようにですね、選択肢1が正解でですね、確信を持てた場合ですね、あとの2から4はですね、読まないで飛ばしてください。このですね、不動産大学では選択肢1だけを読んで、あとはですね、飛ばしてブーストするので、ワンブーストとですね、読んでおります。実はですね、このワンブーストのスキルをですね、習得するとものすごくですね、時間が短縮できるようになるんです。ちょっとですね、こちらのデータをご覧ください。これですね、以前に私が試験問題についてですね、何番の選択肢が正解だったかっていうものをですね、カウントしたものなんでございます。これ見ての通りですね、これ私自身が、ね、手作業で数えてるんですけども、1から4の選択肢ってですね、ほぼですね、平均的にですね、割り振られていて偏りがないんです。これですね、毎年そうなんです。これ信じられないという方のためにですね、過去6年分のですね、ちょっと遡ってですね、私は集計したデータをお見せします。こちらです。見ていただけると分かる通り、ほとんど均等なんです。毎年ですね、11から13問程度はですね、ワンブーストが使える選択肢1が正解なんでございます。これらのですね、問題全部確信を持ってですね、正解っていうふうに判断ができれば、大幅なですね、時間短縮になるということなんです。まあ、この話をするとですね、そんなの怖くて飛ばせないっていうふうに思う人もいると思うんですよ。実際ですね、時間が全然余裕があって間に合ってるっていう方はわざわざやる必要はないんですけども、これ時間がどうしても間に合わないとかですね、見直しの時間をやっぱり確保したいから何とかしたいっていう方はですね、このワンブーストすごくおすすめなんです。実際ですね、私もですね、これ飛ばすのは怖いっていうふうに思ってたタイプだったんですけども、このどちらかというとですね、慎重に選択肢を読む派なんです、私も。ただですね、そういう人はですね、こういう風に考えてください。これ精神的にですね、どうしても飛ばすのが不安という方はですね、一旦最後までですね、終えてから読み返そうっていう風にですね、思って飛ばしてください。これ実際ですね、ワンブーストっていうですね、こうテクニックを使うと、最後ですね、15分ぐらいですね、時間が作れるようになるんです。で、私はですね、これで9つ独学で合格できました。そのですね、余った15分でですね、こう飛ばしてですね、読めなかったところをですね、読むっていうことをしちゃっていいんです。ここでですね、ポイントになってくるのが、一旦最後まで終わるとですね、精神的に非常に落ち着くってことなんです。
要するにですね、リラックスできるんです。いい意味で。この状態でですね、不安な問題をですね、見返していくときに、余裕があればですね、読んでいなかったですね、2番から4番のですね、選択肢を念のためですね、もう一回目を通すっていうことをすればいいんです。その方がですね、正解率も上がります。そしてですね、私の経験上ですけれども、ワンブーストでですね、飛ばしたときというのはですね、大体合ってます。むしろですね、時間をかけて悩んだやつの方が間違っていることの方が多いんです。これですね、非常にコスパ悪いんですよ。だから試験本番で一番厄介なのが、やばい、間に合わないっていうですね、この焦りなんでございます。焦ると必ずミスが出ます。人生をかけている試験はですね、焦りが倍増するんです。実力を出し切れなくなっちゃいます。これをですね、回避するためには、早めに最後まで到達する。その後にですね、心配なところを見返す。この方がですね、力を出し切れます。ワンブーストのですね、スキルを習得するためにですね、必要なこと。それはですね、知識がぶれないように固めるということです。特にですね、重要なのが宅建業法です。宅建業法はですね、ワンブーストが発動しやすい分野なんです。要するに選択肢1ですね、あ、これ絶対丸だなとか、あ、これ絶対罰だなっていうふうにですね、確信を持てやすいのがですね、宅建業法なんです。あと法令制限なんかも一部そうなんですけども、特にですね、35条とか37条書面のように知っていればすぐに解ける部分についてはですね、ワンブーストに限らずですね、選択肢2が正解でもですね、3と4を飛ばすとかですね、そういう感じでどんどん飛ばして加速をしていくことがおすすめです。これですね、試験初心者の方はですね、慣れないと不安かもしれませんけれども、これ自力模試とかですね、予想模試で実践をすればですね、本番でも抵抗がなくなります。こういうテクニックをですね、駆使することがですね、合格に大きく近づくですね、ポイントになってきます。もちろんですね、今やってるですね、やり方で全然問題ないという方はですね、あえてこれをやる必要はないんですけども、なんとか時間を確保したい、どうしたらいいですかっていう方に関しては、ぜひ一回ですね、予想模試なんかでやってみてください。やってみてですね、あ、これいいなと思ったらぜひですね、実践していただけるとですね、いいんじゃないかなと思います。必ずですね、試験本番前に一回試してみた方がいいと思います。いきなりぶっつけ本番でやるっていうのはあんまりお勧めできませんので、必ず一回シミュレーションはした方がいいと思います。ということですね、もう試験直前ですけれども、もうなんとかですね、少しでも皆さんの点数が1点でも上がるようにですね、私の知り得る限りのですね、知識をですね、アドバイスしていきたいというふうに思っております。ということで、また明日。夢に向かい、必ずできる明日の世界。あなたの笑